お願いします。はい、うん、はい、じゃあいよいよ、はい、ね、G1、はい、秋のシーズンが始まりましたね。はい、うん、なんだったタイトルは、毒親育ちと毒夫の妻のための競馬教室だったっけ。はい、うん、今回は、はい、スプリンターズステークスですね。そうです、はい、うん、じゃあまあ、うん、久々なんで、はい、もしかしたら初めて聞いてくれてる人もいるかもしれないんで、うん、はい、これは、僕と静香ちゃんの2人の、うん、まあ2人ともカウンセラーなんでね、はい、でコラボの、うん、競馬の、はい、番組と、はい、うん、でまあ、普通 の、 その、まあ、YouTube とかで流れてくる、うん、まあ、その予想をしてる人か、はい、予想屋さん、うん、予想屋さんとはちょっと違うんよね。そうですね、うん、まあ、競馬をする目的を、うん、そのまあ、楽しい人生にするためにね、はい、まあ、楽しいことをするというシンプルな、はい、ね、目的なんで、うん、まあ、ルールとか細かいことはね、以前の静香ちゃんの YouTube を聞いてくれたらね、うん、まあ、というのは、はい、競馬ってギャンブルなんで、はい、依存性があるんで、うん、ただその代わり、法律でも認められてるわけやから、うん、はい、まあ、自分の中で、はい、ちゃんとルールを作ったら、うん、まあ、とても楽しいと思うんでね、はい、うん、で、うん、まあ、競馬をね、はい、始める、うん、始めたいっていう人もいると思うんで、はい、まあ、僕は静香ちゃんの多分今回もそういう買い方するんだけど、はい、多分ね、はい、4頭ボックスの、はい、まあ、馬連って言ってね、初めて聞いた人は何のことか分かんないんだけど、はい、まあ、競馬っていうのはそのいろいろ買い方があるんだけど、はい、まあ、要は一番でもないか、うん、すごく分かりやすいのは、はい、1着2着を、うん、どっちが先でもいいんで、うん、当てるっていうのが、うん、初心者の人は、はい、こうとっつきやすいかなっていうので、はい、うん、で4頭ボックスっていうのはその、うん、4頭で、うん、はい、それぞれ1着2着の組み合わせを、うん、はい、まあ、全部買うと、はい、いうことなんやね、はい、6通りになるんやね、はい、4通で、うん、1着2着1着2着で、うん、まあ、A という馬と B という馬を選んだら、うん、もうそれでどっちが1着2着に来てもいいということなんでね、はい、うんうん、で今回も、はい、4等ボックスで一応しようとしてるんやね、はい、してます、うんうん、はい、じゃあ、うん、何頭ぐらいに絞ったの？これそもそも16頭出るんやね。はい、そうですね。16頭で、うん、この前先生と話した時に、うん、まあ、6頭までは絞りましょうっていうことだったので、うんうんうん、6頭までは絞ってきました。どれ？ですね、うん、1から4番人気の4頭がですね、うん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 、レシステンシア、うん、ダノンスマッシュ、うんうん、ピクシーナイト、うん、ジャンダルムなんで、うんうん、ここは、うん、絞りきれないと思って4頭、うんうん、であと2頭を、うん、クリノガウディと、うんうん、ファーストフォースにしました。ファーストフォースですね、うん、はい、ファーストフォース、ね、はい、にしました、うんうん、でまあ何ていうかな、うん、こう基本はい通りだよね。そうですね、うん、だからまあ最初のレースなんでね、はい、秋の最初のレースなんで、うんうん、まあ、まずは基本に忠実にっていうことでいいのかなって思うよね、はい、うんうん、まあまあ、最初だから1回目だから少し丁寧に言うと、はい、今回その16頭出るんやけど、はい、そのこうすごく絶対的に強い馬っていうのがいないよね、うん、そうですね、っていうのはその倍率っていうのを、うん、まあ、コンピューターが決めてくれてるんやけど、はい、うんうんうん、一番人気って言って一番コンピューターが速いだろうと予測してる馬でも、はい、多分 2. 点何倍やんね。そうです、2倍台です。レシステンシアが 2点何倍でしたね。レシステンシアが一応今のとこ一番人気なのかな、はい、まだ今の時点で馬券は発売されてないので、うん、本当に AI の予想ではレシステンシアが 2.4 倍、うんうんうん、
ね、でまあさっき言った一番レシステンシア、ダノンスマッシュ、ディクシーナイト、ジャンダルム、はい、これがまあ一番人気から4番人気やね。そうですね、うん、でまあ例えばこの一番人気から4番人気の中でもう1、2着が決まれば、はい、まああの硬いレース、そうですね、まあ例えばその馬券を買ったとしても、はい、あんまり配当がない、うん、少ない何百円とか、ね、はい、うん、でまあ大体まあ、 あのいろんなやり方があるんだけど、はい、まあ、僕が長年競馬してて、うん、まあ、中間人気、はい、まあ、今であれば、まあ16頭出るんやから、7番人気、はい、8番人気、9番人気、うん、10番人気の4頭の中から、はい、まあ、0か、うん、もしくは1頭か2頭、はい、2頭か、はい、まあ、3頭そうですねという、うん、まあ、4頭でもいいし、はい、うんうん、そういうふうにして考えるんやけど、はい、今回どうする？今回は、うん、いや、あの要は、うん、中間人気の馬を何頭選ぶかですよね、うん、0にするか1にするか2にするか3にするか4にするかよね、うん、この、うん、そうですね、うん、夏から秋にかけての重賞を見てたら、うん、割と中間人気がポッと出てきたり、硬、うんうん、いレースも結構あったんですけど、うんうん、12番人気が来てたりっていうところがあるんで、うんうんうん、1頭、うんうんうん、入れる、1頭入れる、はい、うん、で一応どれ、逆に言うたら、はい、じゃあ1番人気から4番人気のどれを外すの？そうなんですよ、うん、それをですね、ね、なんか選ぶ中間人気から1頭選ぶのも難しいけど、はい、そうなんです、そのどれをその外すかっていうのも難しいと思うん で、はい、うんで、じゃあ簡単な方からすると、はい、中間人気の一応どれを入れようと思ってるの？昨日とりあえず考えて、うん、今日もその走る順番ですね、うん、枠順っていうのが出てから考えて、うんうんうん、まあ、一番この子を入れようかなって今思ってるのがファーストフォース、うん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 、うん、でファーストフォースを入れたらどれを抜くの？そうなんですよそこがちょっと、うんうん、難しい、ちなみに、これまあ一応変わるだろうけど、はい、このまんまだと7番人気がメイケエール、うん、そうですね、8番人気がファーストフォース、はい、で9番人気がアウィル、はい、アウェイ、これ去年同じレースで3着やったやつやね、はい、で10番人気がビアンフェ、はい、でまあ一応もうこのままだとすると8番人気がファストフォース、うんうん、そうですね、うん、じゃあファストフォースが来るとすると、うん、まあ、どれを抜くか、まあ、どれを抜くかというよりは、はい、ファストフォースが来るとすれば、うん、はい、そもそも一着はどれだと思ってんの？一着は、うん、そうですね、うんうん、まあこれって1200m の短距離なんよね、はい、短距離です、短距離で、うん、まあ、最後に坂もあるということで、はい、うんうんうん、まあ、先行馬が多いんよね今回のレースで、はい、そうですね、うん、だから先行馬が、うん、っていうのは今回のレースは、はい、モズスーパーフレアと言って、はい、うんうん、出足、はい、スタートがすごくよくって、はい、最初がめちゃくちゃ速いっていう馬なんよね、はい、で結構強くって、はい、やっぱり、ね、まあ、最後まで、はい、結構残ったりするんで、うんうん、っていうことはこれ普通で考えたら、はい、モズスーパーフレアが出るレースっていうのは、はい、ハイペースになりやすいっていうことね、うん、はいはい、で先行馬でその速い馬が割と多い、はい、速いというかね、有力馬が先行馬に多いっていうことは、はい、うんうんうん、僕だったらどう考えるかっていうと、はい、モズスーパーフレアがいて、はい、なおかつ先行馬に有力馬が多いっていうことは、うんうん、そのハイペースになるだろうなって、はい、これ枠順って決まってるよね、決まってます、この10、ね、これは、はい、これモズスーパーフレア が一番最外、大外なんよね、はい、そうなんですよ、
これって結構ね僕影響してくるんじゃないかなって思うの、はい、うちにバーって行かないといけないっていうところで、うんね、ということはかなり頑張るってことだよね。そうですね、内枠からまっすぐ行くよりも、はいはい、かなりその距離のロスがあるっていうことだよね、はいうん、でもまあ一生懸命走るから、はい、まあこれが多分先頭に立つんだろうけど、はいはい、だいぶ体力使うよねと思います。なので切りましたね、はい、ね、でもこれ途中まで早いじゃん、はい、きっと、ね、ハイペースで行くじゃない。そうですね、もう本当最後の 200m ぐらいからちょっと落ちるかなっていうところまで、うんね、でこれ先行馬って、はい、先行馬が一着になると思う、それとも差しとか追い込み、差し、はいはいはい、先行馬っていうのは、うんまあ、逃げ馬っていうのと、はいうんまあ、バーってこう、はいはい、最初からこうあの人間の陸上競技と一緒にね、うんはい、一着でバーって最後まで走ろうとする、うんはい、で昔それでも奇跡的に速い馬でサイレンス鈴鹿っていう馬がいてね、はいうんうん、あのモズスーパーフレアは、まあ、サイレンス鈴鹿ほどではないけ ど、うんないけどまあ、かなりあの速い速いですね、うんはい、でその後先行馬って言って、まあはいまあ、前の方にいるね、はい、で差し馬っていうのはその後ろにいて、うん、そして追い込み馬っていうのは一番最後からついて、はいまあ、余力を残しといて、はい、最後にビューンって抜くというね、はいはいうん、これってこのレースって、はい、一着は先行馬だと思う、それとも差し追い込みそれを、うん、去年は追い込みだったじゃないですか、うんうん今年は、うん、有力が先行に来る、うん、でモズスーパーフレアは最後疲れるっていうところで、うん、前残りになるのかな、うんうん、っていうので決めました、うんうん、っていうことは先行馬が一着になるっていうこと、はい、そうですね。でということは、はい、1番人気から4番人気で、はいはい多分先行馬はレシステンシアとピクシーナイトよね、はい、っていうことは静香ちゃんの考えからいくと、はいはい、レシステンシアか、うん、ピクシーナイトが一着になるって考えるよね。そうですね、うん、そうですそうです。でどっちが一着になると思ってるの？うーん、固くいったらこの1、2着なのかなと思って、うん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 、まあそれはほらどうせ買うんだから、はい、うん、そうですよね、うん、うーん、その例えば、はい、その後のダノンスマッシュとか、はいうんうん、何だったっけ、もう一個ジャンダルムっていうのは、はいまあ、差しだから、はいはい、届かないって考えるんやね。そうですね、うん、届かなかった場合って考えました。うん、うん、届かなかった場合っていうのは届く場合もあるって考える？考え、うん、そうですね、うん、ちょっと混乱してきたな、うん、今言ってるのは、はい、レースをね、はい、もうとにかく自分の中で走らせないといけないよね、うん、そうですね、自分のはい、その心の中でね、うん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 、そうしないと単に倍率からっていう風に結局はなってしまうよ、はいはい、わかるよね、はい、だからレース展開っていうのを、うん、自分で16頭の馬を、はいまあ、走らせなきゃいけないんで、はい、走らせて、うん、た結果前残りですね、うん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 、前残りになるとすると、はい、どっちが残る？どっちが？その時には例えば、うん、そのまあ年齢であるとか、はい、その、まあ、体力が、ね、そうですね、うん、っていうのはモズスーパーフレアがいるんで、うん、かなりハイスピードになる可能性があるから、はいはいうん、その普通のスピードであれば、うん、その先行馬が、うんうんうん、その
一着になるけど、モズスーパーフレアがいると、うん、そのバテてしまうという可能性もある、はい、うん、そうするとそのレシステンシアっていう馬と、うんうん、もう一個はピクシナイトっていう馬は、はい、あのバテない、バテる可能性はなくない、うん、ですね、うん、あのね、バテるかバテないかってね、はい、あの決めなきゃいけないのよ。なるほど。バテるかバテないか、うんうん、このコースであれば、うんうんうん、これだけ速い馬がいれば、うん、バテるかバテないか、うんうんうん、年齢的にはどうかな、まあ、例えば、はい、これ3歳と4歳だよね。そうですね、うん、3歳と4歳であれば、はい、うん、レシステンシアは女の子なんで55キロで、ね、ピクシナイトは3歳なんで55キロ、うん、他には例えば6歳とかになったら57キロね、はいはい、このやっぱり1キロ2キロって、うん、これってあのなんていうかな、馬が乗せて走る、うん、あの人の体重をそこで調節する、はい、それでまあハンデとかそういうのをね、うん、決めるんやけど、はい、そうなると、そうなると、うん、うん、じゃあ前半はここで終わっといて、はい、うん、後半ね、はい、あの今回の秋ってやっぱり静香ちゃんはやっぱりこう一つランクというかレベルを上げる必要があるんじゃないかなと思って、それはやっぱり一回走らせるっていうことなんよね。でその走らせ方っていうのをまた後半であのさらに具体的に話していこうかね。はい、ありがとうございました。